ハヤトさんでーす。まあね、今日はね、まあ絶対二人になるか、まあ瞬間移動するだろうっていう感じのことをやってきますね。まあこれですね。それで、証拠は？無実の証拠を見つけた。まあとりあえずこの人はこの女進化に罰せられそうになってますね。まあそれを助け、まあ普通にやっていきましょう。助けると。マーカーつけとこうかな。まあ、あの人の無実の証拠を集められないと、まあ死ぬかな。はい、とりあえず、ここで、彼女が無実だという証明を、証拠を集めていきます。カリパテイロのことは？好き。そうですね。いい人なんですよ、あの人は、本当は。ここにポコッの銅像が、まあそうね、アサシンクイドですね。なんかすごい生々しい銅像が時々現れるから楽しいんだよ。で、これ最後ね。これはずっとお慕いしていました。カリパテイラには求愛者が。女神官はカリパテイラの処罰を急いでた。すぐに見つけなければ。あ、で、マーカーが移動したじゃないですか。この433メーターぐらいに。まあ、結局、移動するんだけど、一緒に行動を共にしてたら移動しないんじゃないかなっていう。まあ、これね。あいつを殺したらどうなるのかって、もう面白そうだな。今日私たちはここに、せ、今切ってたのが今喋ってるやつなんですけど。正義をなすために、お願いだからどうか信じ無実なんだって。て。え、待て、かっこいいですね。探していた証拠は見つかったのか？今来たぜ。彼女の無実を証明あ、するまあ、十分な証拠はあなの、かっ証た明のでか？き、普通に上を選そのべ役のば、ものさえあった。助けられるんですけではど、正義を示さなければさせん。はい、やっていきましょう。立てー。え、こいつ、なんか戻ろうとするのがすげえ早いんだけど。ちょっと戻ろうとするのが早くない？こいつ。どんだけ叱られたいのよ。くそ、トショコ対策だな。まあ、ほとんど調査済みなので、あそこだけチェックすれば、まあ、あと完了ですね。調査して完了。まあ、とりあえずここで調べよう。瞬間移動するか、わかりますよ。瞬間移動しなかったらどうしよう。こうして？俺はずっとお慕いしていました。カリパテイラには求愛者が。女神官はカリパテイラの処罰を急いでた。すぐに見つけなければ。どうしてだよ。お、どっかに自ら歩いていきますね。つまり、ワープしてないってことよね。俺の目の前にいるってことは。あ、もしかして自らお山の方へ向かうのかな。ちょっと私出遅れましたわ、みたいな感じで。まあ、本来だったらね、さっきの映像見てもらった通り、一緒にワープしなきゃいけないはずなので。これマジで山に向かうのかな。誰もいないやん、これ。近づきすぎるとムービー入っちゃうんで、ここから見てよ。私、サバカレーに来ましたわ、みたいな。よいしょっとね。あ、ちょっと見えづらかったけど。
お、撃ち殺せるぞ。ということで、まあ、ちょっと見えづらかったですけど、わざわざ自分から出向いて、そしてなんか泣き始めるような演出になりますね。ちょっとこいつに、あ、クエスト失敗になるのこれ。まあそれでは女神官を倒しつつムービーに入ることはまあできんじゃないかな。お、今の面白いな。ムービー入ろうとした瞬間に倒したからか。もう一回やろう。今暗転してすぐギリギリ狙ったらなんかすぐクエスト失敗でーすって言われたの。暗転したにもかかわらず、お前がもうお前はもう死んでいる状態にできると思うんですけどね。うまくさできてるよね、この暗転ギリギリを狙ってんのに失敗するのか。ムービー入ってあげてよっていう。お、ここに神々の望みに応じるため集まった。なんかかっこいい感じになってるわ。貫通した。